はい、今日はチューブトレーニングで下半身の強化をしていきたいなと思います。フィジカルトレーニングで、よくサッカー界とかでも、使われているものになります。まあ、フィジカルを強化したい場合には、ぜひ挑戦してみてください。まず今日はオーソドックスに、3歩ずつ、進んでいきます。できる人は5歩とか、10歩に挑戦してみてください。ではまず横からやっていきたいなと思います。まあ、腰に手を当てて腰を落としてから進んでいきます。で、必ず開いた分だけ閉じていきます。はい、反対。まずこれが横の動き。それから前後に行きます。はい、後ろ。これが左右と前後の動きで、これにプラス斜めに進んでいきます。なかなかこの斜めの動きというのが、普段、トレーニングとしてはないので、ぜひこれにも挑戦してみてください。はい、反対側。回数としてはこれを全部で1セットとして3から5セット、できるのが理想かなと思います。負荷が軽ければ、距離を5歩から10歩という形でやって進めてもらうというのがいいかなと思います。でもよろしくね。